大森章一大森章一昭和2年3月3日は、日本の内務官僚、政治家、貴族院議員、数密顧問官、皇太後をぐる大部、男爵、幕臣、寸府より行き、大森直政の長男として生まれる。静岡学校、名古屋学校を経て、明治5年10月に、林金寺塾に入り、後に中退。1873年4月、 明治政府に出資し、陸軍造兵士、一党付属となる。司法省、法制局、大上官を経て、1878年10月、内務省に移り四党族に任官。以後、内務県大書記官、県古籍局長、内務協官房長心得、内務大臣秘書官、内務書記官、総務局文書課長献金、県知局長、県警保局長などを歴任した。 1893年3月、長崎県知事に発令され、兵庫県知事を経て、1900年10月、内務総務長官に就任。1902年2月に、京都府知事に転じ、1916年4月まで在任。1915年11月の大正天皇の即位の礼を大礼主参与官として担った。 京都府知事在任中の1909年12月21日、貴族院議員に直選され1916年7月3日まで、勤める。1915年12月1日、男尺を除尺。1916年6月22日、広報ウルダイブに就任し、1923年9月から死去するまで数密顧問官を兼任。1926年12月、 大正天皇の崩御に伴い皇太后宮大部に就任したが在職中に皇居した。去年72。墓所は本駒込の吉祥寺。改名は市政院、徳岩尾総順大古寺。大森昭一。ありがとうございます。